ゃねー。すごい人数。皆さんこんにちは、メグフィリピントラベラーです。突然なんですけど、皆さんはボランティア興味ありますか？個人でどうやってボランティアに参加したらいいかと、トンドスラム、ハッピーランドなどに最短かつ最安値で行く方法をお伝えしていきます。電車も含めて高くて100ペソちょっとで着く方法を今回はお伝えしていきます。最後にアイボランティアというフィリピン全土のボランティア活動に参加できるというか検索できるサイトがありますので、そちらを紹介してその登録方法も紹介していきたいと思います。今から子供たちが入ってきて、お絵描きとかいらぬりしたり、絵本を読んであげたりするみたいです。すごい人数。めっちゃ長い。
Thank you.